こんにちは。第2回目になります。前回はピルエットを解説しましたが、今回はピルエットの応用技ピルエットアラセゴンドを紹介したいと思います。いろいろな呼び方があるのですが、で今日はアラセゴントゥールと紹介したいと思います。アラセゴントゥールは男性の主要なバリエーションやコーダで主に見られます。とても迫力がある技で、とても見応えがあると思います。アラセゴンドというのは第二ポジションという意味で、真横の方向ですね。足を片足真横の方に水平に出して、そのまま連続して回転するという技です。作品の中ではアラセゴントゥールのまま、終わるということは少なく、アラセゴンのポジションからルティレに巻き込んで終わるという形がとても多いです。で、このアラセゴンの形からルティレのポジションに持ってくるときにスピードが上がるので、とても制御が難しい、技になっています。それでは前回に引き続き、今回も山本雅也くんにアラセゴントゥールを見せてもらいたいと思います。お願いします。アラセゴントゥールのポイントとしては、真横に出した、つま先ももちろん見るのですが、まっすぐに立った軸足を、これを連続してプリエとルルベで連続して行うので勢いがついていくので、それに、制御する力も必要だと思います。Tour à la seconde.